はい、今日はね、吉本興業の松本人志さんですね、が、性加害をやっていたっていうちょっと事件について触れていきたいと思うんですけど、これ、自分が知る限りなんですけど、吉本興業って、まっちゃんがその、今、無理やり性行為を強要したっていう前から、すごい前から問題になった事件が一つあるんですよ。で、その事件っていうのは、今田さん、が、若手芸人を集めて、その時、千原ジュニアさんとかもいたのかな。まあ、っていうのを集めて、女性を、今回のように、パーティーに集めて、無理やり、性行為を共有したっていう事件が、自分が聞いた、ところによる一つだって。まあ、そういう事件も、吉本は、すごいね、今まで、権力を、すごい持ってたんで、揉み消してきたっていう背景がやっぱりあるんで、今回のね、瞬間文春に掲載された松本人志さんの事件も、これ、全面的に争うと言ってますけど、自分としては限らず黒に近いグレーじゃないかなと思ってますね。で、なんで黒に近いグレーかっていうと、一つは、女性が、ちょっとなんでその、警察に行かずに文春垂れ込んだのかっていうのが一つ気になる点で、一つはその文春に売り込んで、一つは売名目的、お金狙いですね、要は。それで新刊文春に垂れ込んだんじゃないかなっていうのが自分の一つの、予測と。あとはまっちゃんがここまで話が文春に出るっていうことは、文春っていうのはもともと、あまりその、限りゼロに近いっていうような、事件を扱わないんで、限りなくネタ元が、はっきりしてるからっていうのがやっぱ大きいんで、文春が扱ってるということは、少なからず、やってるのはやってると思うんですよね。どこまでこの、やったのかやってないのかって、すごい、グレーのところを争っていくんじゃないかなって自分は思ってますね。例えば今回で山川さんのようにね、山川穂高選手、が、無理やりね、成功したっていう事件がありましたけど、あれもその、警察が起訴する、起訴しないっていうところも含めて、起訴できなければ、やはり吉本側としては、これからもね、まっちゃん出してくるし、出していくでしょうし、もし警察とかが動いて、起訴とかするような事態になれば、まっちゃんもちょっと危ういかなっていうのはありますけどね。でも、これに限らずね、吉本っていうのは、もともとね、芸人さんっていうのはやっぱりそういう、女性関係ですごい、激しくいくタイプなんで、皆さんね。大阪とかだったらすごいこれ山のようにあるんですよ、事件が。で、普通に大阪、東京はまだそうでもないですけど、大阪っていうのは吉本の芸人っていうだけでチヤホヤしてくれるんで、ファンの子も含めて、そういう女の子ももう特会引っかい合コン合コンみたいなことしてる側面があるんですよ、吉本の芸人は。まずそこをやっぱり変えていかないといけないのと、女性ものに多いね、扱うのはやっぱり良くないですよ。自分たちがね、いくらそのね、売れてる芸人だからとかって言って、遊ぶんだったら、ちゃんと数字を通して、今回のようにまっちゃんもね、なんか1万ぐらいしか上げてなかったようなみたいなんですけど、やるんだったらもうちゃんとね、プロの女性で遊ぶとか、遊ぶんだったら、最低でもね、愛人契約してね、結んで、ちゃんと彼女の生活見てあげるとか、その女性が、文章に垂れ込まないようなだけの男の措置を見せないといけないんですよね。その遊び方が良くないっすわ、はっきり言って。シムケンさんのようにね、交際クラブでね、女性をね、ちゃんと、一夜ね、ちゃんと買ってあげて、ちゃんとね、女性のね、ご家族とかの面倒とかぐらい見てあげるぐらいの器量がないと、せこいんですよ、結局を正せば、小沢ちゃんも、そのまっちゃんもね。こういうせこさが、やっぱりいくら相手がつつもたつだったとかっていうのになった、だったとしても、ちょっとね、遊び方やっぱせこいから、こういうことになるんですよ、やっぱり。だから、今回ので、ね、瞬間文春で掲載されたダウンタウン松本人志のスキャンダル記事をめぐり、吉本興業と瞬間文春の全面構成がされてきたっていう。でも吉本っていうのは、もともとはね、古くはな、そういうね、反社会的な組織と、交流があったっていうふうに言われてるんですけど、戦後は、戦前戦後はね。ただ今は多分、
かなりまあ切って、まあかなりまあ政治家とのつながりが強いような組織なんですよね。うん。だあの安倍総理の時では特に強いつながりを持ってて、まあもちろんテレビ番組でもガンガン出させてましたし、まあ、経営その政治家とつながりが強い何ができるかっていうと、まあまずその警察の上官、まあそのまあ平とかじゃなくて、まあ上官に顔を聞けてるキャリア組からまあいわゆる圧力かけれるんで、まあ、まあ結局圧力をかけるとやっぱりあの検察官とか、まあ、そっち側の方面にもまあ起訴するか起訴しないかっていうところまでも圧力かけれると思うんですよね、おそらく。うん、実際ジャニーさんがあのまあ性加害とかまあしてたんですけど、あれなんで捕まらなかったかっていうと、ジャーニーさん中曽根総理と仲良かったみたいなんですよね、実は。そうで、ジャーニーさんは中曽根総理に、まあ、いわゆるまあその圧力をかけて、まあ、裁判所の中でも一応まあ判決は出たんだけど、うん、まあその中でもかなり圧力をかけて、まあ、もちろんメディアもね圧力かけてたから大々的に報道しないし、うん、だいわゆる、まあ、まあこういうことができるのでやっぱりまあ日本のやっぱりね、あの吉本はやっぱりメディアを抑えてるから、まあやっぱりテレビ番組もこれも出ていくでしょうね、おそらく。だからまあこれからね、そのまっちゃんとその今の会長かな、うん、ちょっと名前忘れたけど、まああの会長らへんが、まあ社長もあたりか、もう全部一新してっていうふうになれば、もう政治家とのつながりも完全に切ってね、うん、なればちょっとまあ吉本危うく、ジャニーズみたいに衰退していくかなっていうのはありますけど、ちょっとね、上層部あたりがね、かなり強いつながりがね、まあ自分としてはまあ 80%、90% 近くはテレビに残るんじゃないかなと思うんですけどね、うん、なかなか厳しいでしょうね。まあ文集としても、うん、まあなかなかテレビから引退するっていうのは難しいでしょうね、うん、まあそれ以外にもね、まあ、あの自分がねそのまああの知ってる情報では、うん、まあ今田さんとか、まあ、あたりも結構、まあ、千原ジュニアさん、今はどうか分かんないですけど、千原ジュニアさんとか今田さんあたりもガンガン遊んでたっていう情報があったんで、うん、まあ、特に今田さんなんてもう現在進行形で遊んでるような可能性があるんですよね、うん、まあ今田さんあたりも気をつけた方がいいですよ絶対ね、うん、まあお忍びでまあ京都とか行ってるみたいなんで、まあ自分はね、まあ、一般人なんでまあそこまでねまあ、京都まで足で向いて根掘り葉掘り聞くつもりないですけど、うん、まあ、自分が入ってきた情報では、うん、まあ、今田さんあたりもね、まあ、派手に遊んで、今田さんあたりとか、まあ、吉本芸人はね大抵派手に遊んでるんで、まあその面白おかしくねテレビとかナダルとかもねなんか遊んでるって言いますけど、うん、まあ、結局まあ見かねてたサビなんですよ、うん、まあ、遊ぶんだったらもう男の気概見せて愛人にするとか、うん、で別れるときは適切に払うとかね、まあ以前の浜ちゃんみたいに、うん、まあ以前の浜ちゃんもそういうふうに遊んでたから結局まあ女の人も言わないっていうのがかなりあったんですよ。で小向井美奈子さんとかの件にしてもやっぱり浜ちゃんがやっぱり男の着替えでやっぱり適切にとかね払ったからやっぱり私も口割らないっていうところあったと思うんですね、うん、でもあっちゃんもやるんだったら、まあ、それぐらいしないと、うん、だからパッチャーもそのねね、まあ今も子供もできて、まあね、本当にまあ人間的には素晴らしいと思うし、自分もね、まっちゃん好きだし、うん、まあ応援してるしね、あの以前のような尖った感じもなくなってね、うん、まあこの事件自体も8年前やからね、うん、だからね、もっとね、あのそういうところは、もう今はね、まあおそらくまっちゃんも悪くなって、うん、今は多分そういうことしないと、まあ信じたいんですけど、うん、まあ、もしやるんだったらちょっと、相方の浜ちゃん見習って、うん、まあそういうふうにちょっとね、まあ、師匠の今はあのね、天に召されたあの志村けんさんにしても見習ってちょっと男の気概見せてもいいんじゃないかなって思いましたけどね、うん、いや何もやっぱりね、もう本当に何も泥がなかったらもう絶対そういうこと起きないはずなんですよ。やっぱりまあ山川穂太の件にしたって無理やりじゃなかったにしても遊んだこと遊んだんですよ結局、うん、で今回のまっちゃんの件にしてももしかしたら無理やりやってないかもしれないけど遊んだことは遊んだんですよね多分おそらく。いやそういうことは結婚してからよくないじゃないですか、うん、やるんだったらきれいに遊びましょうよって話ですよ。こういうのでね、参加者 A 子さん送ってみたいですけど、まあということで
チャンネル登録したらもっと有益、有益な情報がゲットできるんで、ぜひ IKTV の方チャンネルよろしくお願いします。